中井さん、この姿を見ますと本当にもう野球ファン、まあ、当然ですけれども、まあ、見ている誰もが、そうですね、まあ、本当に嬉しい。打球は一塁線フェアです。さあ二塁から吉川の間、三塁を回って帰ってきます。ファーストランナー坂本も三塁へ、打った丸も二塁に行った。坂本は三塁ストップ。2安打打率1割4分3厘、打ちました。左中間へ大きな当たりだ、伸びた、伸びてどうだ、フェンスに当たった。三塁ランナーホームイン、そしてセカンドランナーの4番のね、はい、ここまで出たというのは大きいですね、これはさあゲレーロの当たりはどうだ、レフトへ伸びた。今シーズン第2号ホームランがスリーランホームランになりました。ジャイアンツです。タイガースの先発ピッチャー、あっと馬場に変わっていますが、丸の打球はライトに上がった、どうだ、巨人に移籍後初のホームラン。表打ちました、1・2塁間破りました。三塁からルーキースリーベースの近本、今ホームイン。内野守備打撃コーチ、外野守備走塁コーチが入っています。糸原のあっと転倒した、ちょっと芝に足が引っかかったか、ライトオーバー、打ちました、レフト正面、三塁ランナーたくさんプレーホームに帰ってくる。小林ホームはクロスプレーになるか、セーフだ。セカンドゴロになりました。吉川が腰を落として抑えてスリーアウト、試合終了。今シーズンジャイアンツ本拠地開幕戦、伝統の一戦、阪神タイガースを相手に9対3ジャイアンツ勝利を収めました。山口勝ち投手、丸3打点の活躍、ゲレーロにスリーランホームラン、岡本にも2点タイムリーツーベースヒットが出ました。